つも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。初めての方いらっしゃいませ。これからよろしくお願いいたします。今ご覧いただいている映像は水鳥のカイツブリという鳥さんなんですけど、最初カモの一種かなと思ってたら全く違う水鳥、忍者みたいなカイツブリさん、卵を産んでまして、抱卵、卵を温める作業をやってるんですけど、人通りの多いところに産んでしまったみたいで、結構大変な思いをしながら抱卵しているんですけど、調べてみたらカイツブリって卵を産んで30日ぐらい温めるみたいなんで、見つけた時のいくつかの映像は編集して、見つけてから約1ヶ月ぐらいの予約更新にしておきました。こんなことしてるとうちの母が、あんたは動物には優しいのになんで人には冷たいのって言ってたことを鮮明に思い出します。ちなみにホーラン、まだこの映像では卵を温めていません。カイツブリさん、ここ離れる時に卵を隠して水の中に入るんですけど、警戒しながらその隠したものを取り除こうとしているんですけど、めっちゃ警戒してますね。これはめっちゃ離れたところから撮っているんで、私の姿は気にならないと思うんですけど、あ、やっと温め出しましたね。鳥撮影してこれなんやろって思った時にめっちゃ便利なのが Google さんの画像検索、右端の四角いとこ押して画像をパシャってやったら何か教えてくれんね。昔は、若い頃は自然とか全く興味なかったんけど、カメラの進歩、 4K 撮れる小型カメラでここまで撮れるとめっちゃハマってしまうわ。私、歩くの大っ嫌いで万博記念公園避けてたんですけど、目的があれば歩くことができるっていうことが分かりました。おすすめですよ。